旧美山町、高富町、伊地良村合併してそれぞれいいものを、まあ、観光 PR に行くときに連盟に出していけるようにということで、もっと幅広く山形市のものを取り扱っていこうじゃないのかということで、まあ、この岐阜山形一品認定の制度っていうのを作りました。